もう見たくない、テレビから消えてほしい女性タレントトップ10、 YouTuber のフワちゃんがお笑い芸人のやすこさんに対して不適切ポストをし、その内容があまりに不謹慎だったため芸能活動休止に追い込まれてテレビから姿を消しました。この騒動を発端に視聴者の間では、フワちゃんに続いてテレビから消えてほしいバラドルの名前が次々に上がっています。そこで今回はテレビから消えてほしいと言われているバラエティを主戦場とする女性タレントを衝撃度順でご紹介します。第10位、みちょぱ。モデルでタレントのみちょぱさんはファッション誌ポップティーン時代にカリスマモデル四天王として人気を博し、バラエティに進出してからはアメトークでみちょぱすごいぞ芸人が特集されるなど、バラドルとして高く評価されています。しかしギャル枠のバラドルはいつの時代も一定数需要があるものの、結局のところ本人たちは何の芸も持っておらず、誰もが似通っていて買いが利くため、ネット上ではそろそろ見飽きた、なぜみちょぱが人気なのかがわからない、迂闊な発言など、自意識過剰がにじみ出ていて品がないなどの批判的なコメントが寄せられています。ギャルモデルの旬は短く、四季が一巡りすると新たなギャル枠が登場するため、多くの視聴者は1年でもういいやと飽きてしまう傾向にあると芸能記者は指摘しています。第9位、藤田ニコル。モデルの藤田ニコルさんはファッション誌ポップティーンの神セブンに選ばれるなど、10代の若者から絶大な人気を博し、バラドルに転向してからはおバカ枠のタレントとしてブレイクを果たしました。そんな藤田さんは20歳を超えておバカキャラを卒業し、かねてからの希望だった25歳での結婚を叶えてからは、かつてのハイテンションなキャラが抜け落ち、落ち着いた大人の雰囲気がにじみ出るようになりました。それがかえって視聴者にはテレビをなめているという印象に映っており、実際にネット上では仕事にやる気を感じない、腹黒い二面性が見え隠れしている、もう十分活躍したしこのままテレビから綺麗に去った方がボロが出ずに済むなどの批判的なコメントが寄せられています。また2020年には過去最高露出の写真集を発売し、男性ファンの間で抜ける写真集として話題になりましたが、結婚したことで今後露出の多い写真集を期待できなくなったこともあり、もう需要がないという辛辣な意見も寄せられています。第8位、村重杏奈。タレントの村重杏奈さんは HKT48 卒業後はぶっちゃけキャラでブレイクし、数々のバラエティ番組に引っ張りだこです。しかしそのはにき抜きせぬ物言いがたびたび炎上を招き、視聴者からは大して可愛くないのに自画自賛しすぎ、ただただうるさいだけ、面白いと思ったことがないなどの辛辣なコメントが寄せられています。アイドルグループ出身で毒を吐けるというキャラでなんとかここまで来ているものの、毒を前面に出せば面白がってもらえると勘違いしているだけで、根本的には中身がなく、また過去に元 AKB の西野未姫さんが似たような毒舌キャラで短命に終わったため、村重さんの場合も近い将来に世間に飽きられてテレビから消える可能性が高いと芸能記者は指摘しています。第7位、磯野貴理子。タレントで女優の磯野貴理子さんはバラエティのみならず女優業や音楽活動などマルチな才能を発揮し、近年ではおばさんキャラの路線で活躍しています。そんな磯野さんは今や還暦を迎え、バラドルとしては最高年齢に達していますが、未だに若手のようにバラエティ番組で陽気に出しゃばっていることから、ネット上では出しゃばりな感じが鼻につく、若い人と結婚離婚して嫌な印象が残る、やかましいだけの若い男好きで下品でドスケベなおばさんなどの辛辣なコメントが多数寄せられています。そもそもバラドルとは80年代に正統派アイドルが増えすぎたことで、売れないアイドルがいかに生き残るか模索して行き着いたもので、その代名詞である井森美幸さんらがバラドルのレジェンドになったものの、磯野さんは残念ながらそこまではなれなかったと芸能記者は指摘しています。第6位、千秋。タレントの千秋さんは童顔の幼い容姿と高い声を生かしたぶりっ子キャラでブレイクを果たし、人差し指をほっぺに添えてプーというぶりっ子ポーズが有名です。そんな千秋さんは50代に突入した現在もフリルやカチューシャなど可愛い系のファッションを続けており、未だにぶりっ子キャラを卒業していないため、世間では痛いおばさんに認定されています。実際にネット上では声が嫌い、人柄が嫌、
自分勝手な独走が続いてどうしようもない、などの辛辣なコメントが多数寄せられています。本人的にはまだまだ頑張りたいと思っているのだろうが、今後に伸びしろを感じられず、過去には紅白にも出てちゃんと売れた時期があったのだから、視聴者にしてみればもう十分という感じがあると芸能記者は指摘しています。第5位、ゆきぽよ。ギャルモデルのゆきぽよさんはファッション誌エッグの読者モデルとして活動した後、恋愛リアリティ番組バチェラージャパンに出演したことでバラエティ番組に引っ張りだこになり、同時にぽっちゃり系グラビアアイドルとしても人気を博しました。ところが2021年の週刊文春で、過去に知人の男性が自宅でコカインを使用して逮捕され、自身も強制捜査を受けていたことが報じられると、ゆきぽよさん本人は薬物を使用してはいないものの、一気に世間から非難の声が殺到するようになりました。実際にネット上では反社系の恋人が複数いたことを売りのエピソードとして語っておいて、実際に元恋人が捕まると無関係のふりをしていたのは無理がある、見た目も交友関係も清潔感が足りない、などのコメントが寄せられています。テレビ的には毒があってもプライベートでは無毒であることが大前提で、特に犯罪絡みの毒があると視聴者は受け付けなくなる、と芸能記者は指摘しています。第4位、若月千夏。タレントの若月千夏さんはグラビア時代には次々と表紙を飾ってカリスマ的人気を博し、バラドルに転向してからもはにき抜きせぬ発言で活躍しています。そんな若月さんは若い女性の感性を代弁するようなスタンスが支持されていたものの、本人はすでに40歳を迎えており、20代前半の頃なら許された失言も許されなくなっていることから、ネット上では態度がでかくて口調がきつい、品がなく、面白いわけでもなく、教養もなく、どうして起用されるのかわからない、などの批判的なコメントが多数寄せられています。また近年では炎上することも珍しくなく、ロケでお笑い芸人の大久保佳代子さんと韓国に行った際には、大久保さんのカバンにひょうたんのキーホルダーがついており、それは神秘的なお守りで中を見てはいけないにもかかわらず、蓋らしきものが取れそうだったため、勝手に中身を見たことで何してんのよと本人に激怒され、それでもなお大久保さんにカメラを向けて激怒する顔をアップで撮影し、その写真をテレビ番組で披露していました。放送直後にネット上では、非常識、いい年して常識を知らないおばさん、などの非難が殺到し、その後若月さんは自身のインスタで、ふざけすぎてしまい 100% 私が悪いですと謝罪していました。第3位、鈴木奈々。モデルでタレントの鈴木奈々さんはファッション誌ポップティーンの看板モデルとして活動した後、おバカタレントとしてブレイクを果たし、一時はバラエティ番組に引っ張りだこでした。そんな鈴木さんは近年では全盛期ほどの露出はなくなったものの、当時のハイテンションでうるさいおバカキャラの印象が強いだけに、未だにネット上では下品な感じが好きではない、うるさい、リアクションがわざとらしい、大げさ、話がつまらない、などの批判的なコメントが多数寄せられています。また2024年8月には創価学会の日刊機関誌である政教新聞に顔写真入りで登場し、8年間にわたる熱心な信仰をカミングアウトしましたが、世間には一部創価学会に対してアレルギーを持つ人がいるため、ネット上では創価タレント全てに言えること、テンションが怖い、道理で久本雅美と動作似てる、今までネタにしてた夫との離婚理由創価が原因だろ、などの複雑なコメントが殺到しています。第2位、指原莉乃。元 AKB の指原莉乃さんはアイドル時代は自他公認のブスキャラで総選挙1位を獲得し、グループ卒業後は数多くのレギュラー番組を抱える人気バラドルとして活躍しています。当初は頭の回転が速く、トーク力に優れ、自虐もできることから好感度のあるタレントでしたが、近年ではバラエティでのポジションが上がったことで大御所タレントに突っ込める人というスタンスになっており、それが一部の視聴者に嫌悪感を与えています。実際にネット上では、自分がバラエティの中心にいるような話し方をするので気分が良くない、面白くないし普通の人、などの批判的なコメントが寄せられています。また YouTuber のフワちゃんと公私ともに仲がいいことで知られていますが、フワちゃんが X でお笑い芸人のやす子さんに暴言を吐いて炎上して以来、フワちゃんと仲がいいから
という理由でも非難が殺到しており、実際に指原さんのインスタにはフワちゃんの件なんか言えよなどのコメントが寄せられています。第1位、あのちゃん。タレントのあのちゃんは令和の不思議ちゃんキャラでブレイクを果たし、2023年末には紅白歌合戦に出場するなど、今最も勢いのある女性芸能人としてテレビに引っ張りだこです。そんなあのちゃんは一人称に僕を使ったり、舌足らずな独特な喋り方をしたり、先輩芸能人に対してタメ口で強気な発言をすることから、視聴者の間では好き嫌いがはっきり分かれており、特に中高年層からは批判的な声が寄せられる傾向にあります。実際にネット上では、目上に対する態度が悪い、見た目も性格も作り物めいて気味が悪い、キャラクターが好きじゃない、喋り方が嫌いで、テレビに出てるとイライラするなどの辛辣なコメントが多数寄せられています。こうした視聴者の声を受けて芸能記者は、あのちゃんの芸風だと一定数嫌いな人が生じるのは仕方なく、特に今の男性はメンヘラ的でこじらせている女性をめんどくさいと思いがちなので、男性からの支持が薄いと指摘しています。いかがでしたか。テレビから消えてほしいという声が多いバラドル女性タレントを紹介しました。個性的なキャラゆえに候補が分かれるケースもあれば、旬を過ぎたことで視聴者から飽きられ、もう見たくないとの声が寄せられるケースも多いです。フワちゃんのように問題を起こせば一発退場になりかねないので、くれぐれもスキャンダルには注意してほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。皆様のご意見もコメントいただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。